挨拶だね。三上くん、呼んでるよ。だから先生が呼んでるって。51ページの8行目から読んでいく。ちょっと教科書逆だよ。ほら、落ち着いて。こってり怒られたみたいだね。そんなの当たり前だって。だって三上くん、せっかく教えてあげたのに全然違う教科書持ってるんだよ。さすがに呆れて何も言えなくなっちゃうって。ちょっとだけねって。そうそう、忘れるとこだった。
昨日の忘れ物だよ。別に何も貸した覚えはないよ。わざとらしいこと言っちゃって。この本に見覚えない？思い出した？店の人に忘れていったのは私の友達ですって説明したら、よろしくって渡されちゃったんだよね。うん、いたよ。駅前の本屋でしょ。呼んだよ。でも三上くんたら、あんなに必死な顔で走っていっちゃうから、追いつけそうにないし、仕方なく途中で諦めちゃった。そういうこと。人の行為は素直に受け取っておこうね。お礼があってもいいと思わない？まず今日の帰りにでも付き合ってもらおうかな。違うな。私、三上くんの弱みを握ってるんだよ。こういう時はそんな態度で言わないでしょ。だからそんなことをさせるつもりなんて。ああ、私の方が立場上なのに。
やっと終わった？何を言うやら、これから三上君を連れ回せるならちょっとくらい待つ覚悟はできてるよ。そう、張り切ってるんだから早く行こうよ。三上くん、その本ってさ、本当に三上くんが読んでるの？それはまた別の機会にね。うん、男の子でもそういう少女漫画って読むのかなって、ただそう思ったから。変じゃないけど、そうだよね。ごめん、なんか三上くんのこと悪く言っちゃったね。でも三上くんは変だと思うけどな。こうね。嘘に決まってるでしょ。でも三上くんが綾瀬美咲の本を読むなんて本当意外だよ。それって三上くんの買った本の原作者だよ。え、私もその人の本持ってたからね。
あそこに入ろうか。呼ばれるのあんまり好きじゃないんだよね。名前で呼んで。まず三上くんは私のことを名前で呼ぶこと。これは今後絶対だよ。年上でもないのにそんな呼び方しないでしょ。されるタイプだと思う？でしょ？呼び捨てにしてみてよ。呼んでみて。クラス中にバレちゃうよ。うん、やっぱりそう呼ばれてる方が友達らしくていいね。そうだよ、三上くんは今日から私の一番仲のいい友達。いいよね。照れるけどね。
になるかな。だって友達同士でそんなことやっても面白くないでしょ。明日は俺も君も厳しい一日になるだろう。そのあたりを親友としてよく分かってほしいわけだ。分かるよな。親友である俺が頼めるのはもう君しかいないってこと。皆様は明日予定か何か入れてらっしゃるとか。それなら じゃあ稲穂くん、明日バイト休めばいいじゃない。それがさ、もう今月の休み使い果たしちゃって、休むに休めなかったりして。急な用事とか他にも理由は作れないの？いやいや、そのあたりの手は全部使っちゃってるから。そうだね。話しながら一緒に帰ること、転校してきた時には考えられなかったことだよ。そうだね。でも智也と隣になったからこうして話せる仲になったんじゃない？
まさかさんと家近いんでしょ？なのになんで駅で待ち合わせてるの？たの？わかってる。そんなことで怒ったりしないって。でもこうして一緒にいるのってやっぱり本屋でのことがあったからかな。